私たち国民はマスコミに要求する権利がある。動画をご覧いただきましてありがとうございます。新長芸でございます。えっ、ー、とですね、えー、前回、前々回、前々前回とですね、3回にわたってマスコミの滞在ということをですね、えー、お話をしました。えー、それをですね、ちょっとまとめてみたいなというふうに思います。えー、マスコミはですね、報道の自由というのがありますで。報道の自由というのは、自由というものに対しては責任があるわけですね。 で責任があるというのは何の責任があるのか、それはマスメディアにはあその日本国民に対して国民の知る権利ということを充足するという責任があるわけです、私たちはですね民主主義の社会に生きているわけです、それゆえにです、ねえー、正しい情報を知らないとその政治的にです、ね、いろんな判断ができないわけです、だからあマスメディアにはですねその正しい情報を提供してもらうといううですねこういう責任があるわけです。 逆に言うとですね、私たち国民は、そういう正しい情報を提供してもらうということを、マスコミにですね、要求することができるわけです。正しい情報と言いますけれども、これには二つありますと。一つはですね、その名の通り、まさに正しい情報を自分たちで取ってですね、その国民に知らしめるという責任があるということです。もう一つは、その正しい情報を提供するだけではなくて、デタラメな情報が世の中に流通しているときは、それを排除する責任があるということです。 えー、自社がですね正しい情報を提供するだけじゃなくて、自社が報道していないものであっても、世の中にですねデタラメな情報が流通している場合、それを積極的に排除するという責任がマスメディアにあると、まあ、いうことですねで、それによってですね私たちは、デタラメな情報に惑わされることがなく、正しい情報を得て、それによってですね個々の人たちがです、ね、判断を下すことができるということになりますこれがマスメディアの責任であるとい、まあ、いうふうふに思います。 えー、通常ですね、あのー、正しい情報を提供するということとデマを排除するということで言うと、えー、正しい情報を提供するということに関してはあ、多くのマスメディアはですね、賛成すると思うんですね。だけど、デマを排除するということに関して言うと、おマスメディアの中にはですね、認識されていないと。私たちはデタラメが封じょされていても、それに対して関与してませんから、罪はありませんみたいな話なわけです。 だけどですね、えー、それはあのおかしな話であって、えー、これはですね、私はあのマスメディアの人たちは罪を犯していると思います。それはどういう罪なのかというと、これが不作為の罪です。不作為というのは、罪を犯すときは大体ですね、作為を行う。つまり、何らかの意図に基づいて行動を起こすわけです。えー、人を殺すであるとか、人を殴るであるとか、人のものを盗むであるとか。それはですね、えー、自分たちがそういうことをですね、行動を起こすことによって罪を犯しているわけです。 だけどですね、あの、世の中にはあ、その何もしないことによって罪を犯すということもあります。あの、例えばですね、今現在ですね、えー、世界的に流行している新型肺炎というのがあります。で、これはですね、えー、もちろん、こう、中国政府がですね、意図的に漏らしたものではないと思います。だけど、まあ、当時の武漢当局の人たちはですね、えー、それに対して手も込まれていたわけです。そういう面で言うと、彼らは作為を行っていない。だけど、逆に言うと、何も対策を取らなかった。不作為だったということがですね、罪になるわけです。 それであれが故に彼らはですね、中国だけじゃなくて世界中からですね、非難を受けているわけです。あのー、例えば日本なんかにおいても、バブルが崩壊した後ですね、えー、その崩壊させるままに任していた金融当局というのはですね、これは不作為の罪を犯したって言ってですね、随分批判されているわけです。彼らがその時に適切な対応をとっていれば、あれほどまあ、不況が長引くことはなかったと言われています。これも不作為の罪です。このようにですね、何もやらないということは罪になるわけです。 そしてマスメディアというのは、自分たちで情報を発信することができる。つまりデマの情報に対して対抗することができるわけですね。で、そういうことができるにも,にもかかわらず何もやらないということはですね、これはあの、罪になります。でですね、私、新庄議はですね、この不作為の罪というのをですね、取り上げて、メディアのですね、デマを排除する責任というのを問うているのは、そこにですね、一つの疑問があるからなんですね。疑問というか疑義というか。それはどういうことかっていうと、 彼らが意図的にそういうデマを吹いしてるんじゃないのか、もしくはデマが広まるのをですね、任してるんではないのかなというふうに思うわけです。であるがゆえにですね、朝日新聞なんていうのは、あ,あの、慰安婦のですね、容赦証言というデタラメ証言をですね、20年にもわたってそのままですね、流通させるままにしていたんではないのかなというふうに思うわけです。実際ですね、ニューヨークタイムズはですね、朝日新聞のですね、提携先です。だけど、ニューヨークタイムズはいまだにですね、20万人の制度例だなんていうようなことを言ってるわけですけど、朝日新聞はそれに対してですね、批判をしていません。 こうやってですね彼らはデマを吹聴するに任せている、これは意図的ではないのかなというふうに思うわけなんです例えば、ですね先ほどの中国のですね新型肺炎の話でも、中国政府がですねそういうふうに新型肺炎というのがどん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 広まっているのに、ですねそれを意図的に広めるようにですね何もしなかったと,いうのとなると、ですねこれはまた話が違うわけです。私はでですすねさがにそこままやっているとは思いません 彼ら自身がある種ですね、状況をですね、甘く見ていたっていうことはあるでしょうけど、わざとですね、こう見過ごしたというふうには思いません。えー、だけどですね、もし日本のメディアがそうやってですね、いわゆる反日的な言説が広まることに対して、それを知っていながら何のですね、対策も取らなかったら。 ということになるとですね、それはあの武漢政府が意図的にその蔓延することをですね、えー、その抑えなかったと、まあ、いうのとですね、同じことになるわけですね。そのようなですね、えー、ことがですね、えー、罪にならないわけがないわけです。でですね、えー、これはあの先ほど言ったように疑義ですから、あ根拠はあるわけではないです。というか、こんなものはですね、根拠があるということは言えません。なぜならばです、ね、意図的であるかどうかというのは人の心の中にあるものだからなんですよ。 私は、あの、イアンフの問題についてもですね、えー、その20万人の制度例とかいうことについて、全然この彼らが反論しないっていうことに対してですね、これは朝日新聞とか意図的にやってんじゃねえのかなっていうのが、まあ強く疑義を持っていますけれども、とはいえそれは立証できないんですよ。だから、それに対して私たちはどうしなければいけないのかっていうと、それが先ほど言った不作為の罪なんですね。そしてデマを排除する責任なわけです。つまり、マスメディアにはデマを排除する責任があるんだよと。 あなた方は意図的に広めているかどうかということは、ここではとりあえず問いません。こういうデタラメが不意調されているときは、マスメディアは、そういうもの、そういうデタラメを排除する責任があるんだよと。それは自社がですね、えー、不意調したことじゃないかもしれないけど、そういうものがですね、デマが不意調されているときはですね、それを排除する責任が全メディアにあるんだよということをですね、私たちは責任として追及するべきだと思います。そういう概念というのをですね、我々は持つべきだと思うんですね。 で、私はですね、こういうことっていうのはですね、えー、その、現代社会の中で決してそのおかしな話じゃないと思ってるんですよ。えー、どういうことかっていうとですね、えー、例えばあの、製造業の人たちにはですね、PL 法という法律があるんですね。これは今から25年ぐらい前にできた法律ですけども、あの、製造物責任法というですね。で、これはどういう法律かっていうと、 それまでですね、いわゆるその製造物がですね、まあいわゆる事故を起こしたりとか人々を傷つけたりしたときにですね、そのいわゆる被害者の側がですね、そのメーカーの側を相手取ってですね、そういう因果関係を立証しなきゃいけないわけですね。で、その時にハードルになるのがいわゆる過失なんですよ。つまりメーカー側がその過失がありましたよっていう証,証明をするのがですね、非常にまあハードルが高かったんですね。それに対してこの製造物責任法っていうのはですね、 この過失があったかどうかはいいんですよ、そうじゃなくて、商品に対して欠陥があったよと、そしてその欠陥とその被害に遭った因果関係が立証できれば、メーカーに対して責任を問うことができるんですね、損害賠償を請求することができるんです。これはですね報道機関にもですねマスコミに対してもですね私たちは要求することができるんではないのかと思うわけです。間違いなく誤報というのは、あこれは欠陥です欠陥の情報を彼らは流通させているわけです。 メーカーが欠陥品をですね、流通させたらその責任を問われるように、マスメディアに対してもですね、こういう責任を問うて当たり前なんだと思う。先ほどのヤークのですね、吉田証言を,を取ってみてもですね、これは20年にもわたって、えー、彼らはですね、えー、その吉田証言を訂正してこなかったんです。朝日新聞というのは。で、こういうようなですね、責任を問わなきゃいけないなというふうに思うわけです。で、その時に必要なのが、デマを排除する責任なんだと。あなた方にはデマを排除する責任があるんだと。 PL 法でですね、義務付けられているメーカーが、あー欠陥品がですね、流通している場合は、ですね、彼らはそれをですね、回収する責任があるわけです、同様にですね、報道機関がでたらめな情報をですね、出してしまった以上は、それを回収する責任は彼らにあるわけです、それも一つのですね、報道機関ではなく、全報道機関がその、でたらめな情報を回収しなければいけないわけです。20万人の制度例であるとか、ね、極実的は軍国主義の象徴であるとか、ね。 徴用工っていうのは、強制連行であるとかっていうのは、これはあの100%の嘘なんです。そんな嘘の欠陥情報をです、ね、流通させるままにしているなんていうのは、これは日本のメディアとしてはあってはならないわけです。彼らが起こしているのは不作為の罪です。彼らにはデマの情報を排除する責任があるんだよと、まあ、いうふうに思います。動画を聞いていただきまして、ありがとうございますえ。またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アウトつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。